この後は池上彰が中高生たちと徹底討論、世界のリーダーをめぐって熱いトークバトル。ちょっとアメリカと喧嘩しない方がいいと思います。トランプだからこそ今がある。おスタジオの中高生たちがトークバトル。番組では日本の中高生122人にアンケートを実施しました。日本、アメリカ、中国、ロシアのリーダー4人の中で誰が一番優秀なリーダーだと思いますかと聞いたところ、なんと1位がトランプ大統領で、40人が一番優秀だと答えてるんです。そして2位がプーチン大統領37人、3位が安倍総理16人、そして4位が習主席15人。それでは本音で討論、中高生が池上彰と話したい、池上さんお願いします。わかりました。さあ皆さんとこうね、いろいろ話をしていこうと思うんですが、まずじゃあ日本の、中高生からいこうか。なんかトランプ大統領が一番優れたリーダーだって出ました。優れたリーダーだと思ってますか？おお、千葉君。トランプさんってアメリカファーストじゃなくて、自分ファーストな政治じゃないかなと思ってるんですが、政策とか見てても結果的に自分の利益につながっていることを行ってんじゃないかなって自分は見てますね。おお、鋭く見てるね。私はいいことにしろ悪いことにしろ、世界への発信力がすごい方だなっていうのをすごく感じています。ニュースでもツイッターで発信している外国のリーダーとかなかなかいないと思うんですけど、いろんなメディアとかいろんなものを使って自分の意見をはっきり伝える、だからそこで賛否両論もあるけど、リーダーに必要な能力かなと感じています。世界のリーダーって結構ツイッターやってるんですよ。ヨーロッパの、ね、大統領や首相もツイッターやってるんだけど、過激なこと言わないから。過激なのがやっぱり面白くて取り上げる、ニュースになるってことね。池上さん、そのアメリカのトランプ大統領についてこんな意見もありました、はい、こちら、トランプはアメリカの恥。これアメリカのシャンさんですね、はいはい、アメリカは多人種の国なのに、そういうメキシコから来る人とかの、差別とかしたり、障害のジャーナリストをバカにするっていう、選挙中にあったね、あります、それだから大統領としてはそれはいけないんじゃないかって。なんかいろんな人種とかもいるから、シャンさんが言ったみたいに、いろんな人をアメリカにいた方がいいなと思います。なるほど。じゃあちょっとトランプさんのことはちょっとどうかなと思ってるわけ。でもトランプはアメリカの恥とか言ってますけど、でもはっきり言ってトランプはすごい結構影響力ありますし、トランプがいなかったらここまですごいメディアに取り上げられてるアメリカは今ないんじゃないかなと思ってて、逆にトランプだからこそ今があるみたいな感じも。なるほど。アメリカ国内でも結構分かれてますね。実はこんな意見もあるので、ちょっとこちらご覧ください。差別的な政策は仕方ない。仕方ない。ロシアのニキータさん、ニキータどうして？例えばなんですけど、アメリカとメキシコの国境の間に壁を作ってんじゃないですか今。いや作ろうとしたけど予算がなくてまだ作れないんだけど、作るんだって言ってるよね。はい。でメキシコに住んでる方からしたら、これ差別だっていう声が結構多いんですよね、でもやっぱメキシコからアメリカに不法侵入してくる人も多いし、それによって犯罪率が上がってくるんですよ。だから仕方がないと思います。あ、そう、自分の国を守るためには仕方がない、はい、メキシコから不法入国する人がいて犯罪率が上がってるっていうのはトランプ大統領の主張なんだよね。実はアメリカでそれ本当かって言って調べてみたら、不法移民がそんなに犯罪が多いわけではないっていう実はデータも出てるんだよね。だけど不法移民が入ってくることって犯罪率が高くなってるだろうっていうと、多くの人がそうだそうだって思うよね。さあ他の国の人たちどうよ。おお、じゃあ、はい、サイさん行こうか。トランプ大統領は短くて誰でもすぐに覚えられる言葉で、内容を簡潔に全員に伝わるようにしてて、今この話してる中でも皆さんちゃんとなんかアメリカナンバーワンとかアメリカファーストとかそういうことをちゃんとインプットされてて、自分のやりたいことをはっきり全員の人に伝えることができてて、優秀な方かな。発信力がある。なんか僕もやっぱ発信力があって、なんか簡潔にいろんなことを分かりやすく伝えてるから、いい大統領だなあ。そう、結構評価高いね。じゃあ、ね、ロシア中国でトランプ大統領のことは大嫌いっていう人は？
あれ？いない。結構評価してるんだね。